シャケ箱の魅力はその積んだ時の、まあ、後ろにもありますけど、積んだ時のこう圧倒的な存在感と、やっぱこの力強い書体だったりとかイラストだったりとか、その輸送用の木箱っていう儚さみたいのもありますね。そうですね、僕はまあ U ターンして戻ってきた時に、まあ、よくある話ですけど、その北海道にいると当たり前すぎて何とも思わなかったものがどうも気になってしまったっていうことですかね。そうですね、僕は2015年に恵庭に帰ってきてギター工房を始めたので、その時ですね、まあ、住んでる時はもちろん目にしておりましたけど、まあ、恵庭市だとクリエイターが少ないので、ね、うん、まあ、作ってる仲間として会いに来てくれた時に、彼は初めて僕が作ったカバンを見たみたいですね。悔しい悔しい、はい、あ、こんなにいい素材あったんだ。まあ、僕もね、さっき言った通りもともと知ってはいましたけど、あ、確かにこれ使えるよなっていうのを、まあ、先に気づいてやってたので、まあ、そういった意味の悔しいですけど、でそこで僕も素材を分けてもらって、まあ、常々、ね、鹿川くんが楽器を作ってるのに、僕は全然自分の本業のものは何も作ってなくて、まあ、こういうカウンターをバッと作ったりとか、イベントに展示する、まあ、こういうモニュメントみたいなのを作ったりとかをしたんですけど、いよいよちょっと作ってみたかった神社を作ってみました。今まで一番こうやってきたことみたいのによったはい、パンデイロといってブラジルのこのタンバリンのような打楽器をミュージシャンの方のリクエストで作りました。神社見てください。まあ、見に来ていただいて、僕らずっと大体いますので、ぜひお話ししたいなと思っております。お待ちしてます。